ぽいものがあります。多分ね、私が行こうと思っているのはこれです。ちょうちないゲート、同業者がいます。同業者はチャリンコのみでした。やはりね、ちょうちないゲートはね、そうでした、密ではありませんでした。チャリンコの同業者がいます。あのチャリンコでこの坂を登るのは相当きついだろうなと思います。私はですね、このちょうちないゲートを先に進んでいきたいなと思います。いやー、これは分かんないな。ナビに道が載ってないですもんね、ここね。 Google マップだったら載ってるんですけれども、ナビには道が載っていませんでした。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まあ、今まで配線型シリーズなんかでかなり山奥に突入はしていますが、新名線の最新部以来のですね、山奥ぶりだと思いますね。白川吹野台あたりも同レベルの無人地帯だったとは思うんですよ。まあ、ただ今回が吹野台よりもいいのは、道路が舗装されているというところですね。ただこれ、目の前の通りにクマさん出てきたらどうやって逃げようかな。とりあえず止まって、クマさんが近づいてきて、クマさんが道路の脇に滑り込んだところでダッシュして前に逃げる、そういう逃走パターンがいいでしょうかね。まあ、今回はこの山の中では降りて撮影しないで、降りて撮影するとしても途中にある橋のところで降りようと思ってるんで、橋の真ん中でいい車を止めればですね、クマさんが仮に襲撃してきても異変をすぐに察知できると思うので大丈夫だろうと思うんですけど、この辺がもう何が出てきてもおかしくないものすごい道ですね。本当にね、超卑怯ですね。おっと、おっと、車が来ました。よし、同業者2人目。まあ、それでも今の車とどうにかすれ違いができましたんで、まあ、前からよっぽどの大型トラックでも来ない限りはすれ違いは可能だろうとは思います。地質調査中と書かれています。一応この道路自体は多分まだ作られていない区間の道路なんだろうと思いますが、ちょっと地質に問題があるせいで立派な橋がですね、あのマニアが訪れる聖地になってしまったと、マニアックスポットになってしまったということで、なかなかやっぱり大自然は予想不可能なところがどうしてもありますからね。このちょぼちないゲートというか、その奥にあるものすごく立派な橋ですね。その橋を見て無駄な公共事業だと、いう意見もあるみたいですけれども、まあ、私的にはまあ無駄な公共事業をですね、無駄にしないためにもこのちょぼちないゲートをですね、ちょっと観光地として開発したいなと。そうすると完全にそんなスポットから密なスポットになってしまいますけどね。一体これ全部通過するのにどれぐらい時間かかるんでしょうか。眩しいです。太陽が眩しい。かなりね、標高は高いだろうと思います。気温はね、現在車の温度計で19度となっています。もうナビがですね、
がないところを走っていますので、現在地点、橋まであとどれぐらいなのかさっぱりわかりません。どん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 この急勾配をですね登っていっていますね。イニシャル D に出てくる小丸峠ってこんな感じなんでしょうかね。一回だけすれば小丸峠走りに行ったことあるような気がしますね。昔ここもかなりね、その離散集合というか車とのすれ違いが難しい狭い道になっています。標高はねかなり高い。これ木で遮られてますけども、木がなかったら多分旭川の町だとかそういったところが一望できそうですね。上川盆地を一望できそうです。完全に大雪山の中腹です。お、そしてなんかねナビにね道が出てきましたね。この道何なんだろう。いいのかここで。いいんだろうな。多分この舗装道路が続いているところが本線で、同業者3代目です。同業者3代目やり過ごしました。まあ、やっぱりそれなりに同業者はねいますね。ここねものすごく密なスポットというわけではないんですけども、それなりに同業者が訪れるスポットで、正面からやってくる車も時々いるので、やはり注意をして走行しなければいけないと思います。超卑怯ですね。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。合ってるんだろうか。本当にこの道の先に行くとあの幻の橋があるんだろうか。同業者4代目です。やっぱり休みになるとみんなこういうところに行きたくなるんでしょうね、マニアの人はね。なんか一番高い峠を越えてなんかだんだん下り坂に差し掛かってきましたね。一体どういう風に走行してるのかねさっぱしわからない。今自分が東西南北のどちらを向いてるかと聞かれますと、多分ね西に向かって走ってるんですが、今度は北に大きく曲がっていくことになります。でまたなんかナビ上にね太い道が出てきて、今度こそあのでっかい橋があるそういうエリアにたどり着けるんでしょうか。北海道道1116号、たどり着くことができるんでしょうか。たどり着きそうでたどり着けないこのナビ上の太い道路。あ、一応今ナビ上ではですねこの太い道路に乗りましたけれども、だから本当に乗ってるかどうかはね疑わしいですね。でも一応今のところナビ通り、ナビに映っている道通りに走っていて、ここで道路がですね立派になりました。普通の道路になりました。めちゃめちゃここ豪華な道路ですね。中央線があるのがもちろんですが、左右にもロスク帯付きというよく整備された国道級の道路です。国道級はちょっと言い過ぎですが、でも両サイドになんか矢印とかですねそういうのをつければ国
道と言われても差し支えないような立派な道路です。路面の状態も別にガタガタということはなくですね、スムーズで走りやすいですね。いよいよあの幻の橋に会えるんでしょうか。これだ、これですよ。やっぱりね、いますよ。同業者がですね、2名います。やっぱりいるんだよ。どこから写真撮ろうかな。俺は向こう側から撮ろう。できるだけあの密を避けてそんなところから撮影をしていきたいと思うので、この橋を越えた向こう側から撮影していきましょう。すごいな、天空にかかる橋といった感じです。橋の上からはですね、上川盆地が一望できます。遠くには旭川の市街地も広がっています。ちょっとこの辺りどこかですね、車を止めることができるスポットを探して車を止めていきたいなと思います。まあ、この辺でいいですかね。この辺でちょっと車を止めさせていただいて、それでは現地調査の方を行っていきましょう。